皆さん、こんにちは、リクです。急に登場。Introduce yourself, but not me. チアキです。ニックです。今日はですね、イギリスの、パブ兼レストランに行ってきます。ジントニック飲んでます。美味しい。今日はストロベリー と、ローズのジンにしました。ちなみにニックが飲んでるのは、はい、ビール。美味しいかな。No. パンの味する。 Tastes like a bread. It is pretty much bread, isn't it? It's liquid bread. 美味しい。こんな感じでね、ジントニックが別々に来るんですよ。なのでこういう風に混ぜましてのチャンプル。超リフレッシング。美味しい。みんな何食べてるんだろう。食べてる人そんなにいないかな。How is it? Another place is booked. いつもはねすぐ入れるのだけど、最近からね、みんなね、外に出てきて、いろんなパブとか、バーが、まあ、パブ、バー、あとそうだね、レストランとかね、結構予約が埋まってます。あのね、ロックダウン解除の後は、いろんな場所がね、空いてたんですよ。そう、だけどね、まあどんどん、もう夏もね、終わりに近づいてるので、結構な方が外に出てきてる感じです。ジントニックはいつ飲んでも美味しいです。Cashews and dry roasted peanuts. Dry roasted. Dry roasted. Yeah. 飲みました。私はね、あと一杯ローズプロセッコを頼みます。ニックは我慢。ニックは You got to drive, so you don't have anything to drink for now. One's enough. Wine's enough. Get some food in my belly. でね、ちょっとお腹空いてきたのでナッツを頼みます。あのバーとかあとはパブで飲み物だけを飲むとき。スナックが大体あるんですね。で、まあ、イギリスのスナックはチップスとナッツね。Sometimes olives you can get. Yeah, olives, peanuts, crisps. They're the main ones. Pork scratchings. 皆さん、ポークスクラッチングってご存知ですか？ポークスクラッチングね、飛行機の中でサービスしてた時があるんですよ。私ね、それ知らなくて、あの余ったものをね、試してみたことがあるんだけど、超オイリー。すっごい、it's really oily, isn't it? Pork scratchings? Kind of, they're like dried though, aren't they? ポークのスキンの部分、スキンの部分をこうフライしたスナックなんですけども、まあ、要するに味はちょっとオイリーなポークですよね。それを、そう。で、多分ね、沖縄が、豚ちゃんの耳を食べる耳がみたいな感じで、イギリスでも食べられていると思うんですけども、私はね、最初試した時に、うわって思った。It's traditional, isn't it? Pork scratchings? Yeah. Do you like it though? Pork scratchings?、Some of them are okay. Like posh pork scratchings are nice, but cheap ones sometimes have hair on the skin. まあ、種類によってもあの味が変わるらしくて、ニックはまあまあ好きらしいです。まあまあ。まあまあ。超まあまあ。But do you think a majority of English people like it? No, I don't think so. Oh, no, really? Maybe like the older generation or like the more like pub goers. Yeah. Thank you. Yeah, thank you very much. Cheers, thanks a lot. I'll get the nurse as well. Thank you. Ah, そのまま来た。どうだったっけ？そのまま開けちゃう？ I shouldn't get drunk though. I'm vlogging now. That's fine.You'll be okay. 開けます皆さん。自分で開けるんだねこれ。え、ちょっと待って。開けるの。いただきまーす。じゃ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 ーん。That's quite a lot in there, isn't it? Yeah. I know, only two glasses. Two glasses? うん。ニックちゃんごめんね。Thank you so much. はい。
You like your shoes, don't you? うん。これは、これ名前だ。名前がソーティードッグ、ソーティードッグだ。これはドライピーナッツで、これが塩味。これがカシューナッツ。あれ、この開けれないの？あ、こちら。カシューナッツ大好き。はい。じゃあご飯の前のスナック、こんな感じです。どうぞ、カシュー。コーティングされてる。なんかパプリカっぽい味するよね。うん。Is it? Well done, Chucky. シナモンとパプリカが入ってるらしい。オニオンパウダー。オニオンパウダーも入ってる。では、これを飲んで。Cheers, thank you. これを飲んで次の場所に移動したいと思います。なんかこれさ、大きいのかな？大きい？皆さんじゃあ飲んだ後にまた動画するね。撮影するね。ちょっとおやすみなさい。 Every single time you look at me I lose it too. Why don't you come sit next to me? Let things happen naturally. はい、so, これがパブのメニューです。さっきジントニック飲んだので、フィズカクテルのフィズって炭酸っていう、このシュワシュワとした感じのものをフィズって言うんですけど、私ねパッションフルーツ好きなのでこれを飲みたいと思います。これ、お酒が飲めない方もこんな感じでね、ソフトドリンクがあります。ソフトドリンクは何があるかというと、まあ、コーラとか、あとジュースありますね。オレンジジュースとかコーヒーもあります。酒が入っていないカクテルもあります。なんかモヒートみたいな味で作るんだけど、実際お酒は入っていないもの。暗いからさ見えるかな。 What is the Italian fizz? Is it Prosecco? It's Prosecco. Yeah, that's amazing. Thank you. Which one are we having again, sorry? Oh, and the passion fruit. Passion fruit. Yes. Cheers. Cheers. It's really nice. 日本にさ、塩コショウ味のポップコーンってあるないの？ You have loads of popcorn in England. We have like coconut flavored popcorns and stuff like that. あのね、明日ね、お友達がお家に遊びに来て、またカードゲームするんだけど、以前のブログで紹介したような、てか同じゲームをね、するんですけども、ポップコーンを持ってきてくれるらしくて、そのフレーバーを選んでます。ポップコーンのココナッツフレーバーとか、キャラメルシュガー、ハニーバターとかと思うけど、甘いのもさ人気じゃない。こうキャラメライズされたポップコーン、あの飛行機の中でも配ってたんですけど、大人気ですぐなくなりました。あとは朝自由説を食べる。Are we going to order pizza again? It was curry last time, so maybe pizza. Sushi would be a nice idea. It's a bit of a break from having greasy takeout. ね、そう、先週はインド料理を注文したの。で、私が何も言わなければ、絶対ね、イギリス人のお友達とニックはピザを頼むので、Costco tomorrow to get some sushi. Costco. Yeah. Costco. はい。決めた。I decided already. Don't change the plan, okay? What if I stop? I'm going to have to change the plan.はい、ということで明日はね、寿司を目の前にしてパーティーしながらボードゲームしたいと思います。隣のね方々が注文してるデザートがすっごい美味しそう。どうしよう。ダイエット始めたよね私ね。昨日からさ、やばい。いや、この角度やばくない？アンパンマンみたい。食べてソースにかけて食べる。はい、ということで、今日もご視聴どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。